事故でも。南海汽船所属貨物船栄光丸7500トンは8月13日19時5分人間というものは弱いもんだよ。俺が死なない限りどんなことで再び使用する立場に追い込まれないと誰が断言できる。だが今のままでは恐るべき破壊兵器に過ぎないんだ。今この不幸を救えるのは芹田さん、あなただけです。ゴジラかもしんねえ。今からおよそ200万年前、前世を極めた時代、それがどうして今回我が国の近海に現れたかの点でありますが、もし水爆実験が続けて行われるとしたら、ゴジラの盗塁がまた世界のどこかに現れてくるかもしれない。